サッカー日本代表最新ニュース日本代表の新メンバーが発表日本サッカー協会 JFA は25日来行われるキリンチャレンジカップ2023に臨むさカー日本代表メンバーを発表した日本代表6月15日にエルサルバドル代表トヨタスタジアム20日にペルー代表パナソニックスタジアム水と対戦する予定 今シリーズに臨む26人から、で。とメンバーと最新序列を予想する。AFC アジアか。プは、ダゾンフォードコモで。いつでもどこでも簡単視聴、ゴールキーパーは招集さ他3人のうち、唯一 FIFA フフワールドカップカタール2022に。バシタ・シュミット・ダニエルがファースト。ヨイスとなるだろう、ただ、ポルティモネンセ。好調を維持する中村光介も、 楽しみな存在で。リー・コンシリーズで序列に変化が生じる可能性。あるはずだ。吉田麻也に加え冨安武洋も不在。なったセンターバックは板倉浩が絶対的、そう。相方はカタール W 杯でも高パフォーマンスを。露したベテラン谷口翔吾がベストチョイス。なるはずだ、左サイドバックは伊藤博樹が一番。候補だが、 ミッドフィルダーフォワード枠で選出された旗手レオが器用さ。る可能性もある、右サイドバックは前回知り。図で好印象を残した菅原行成が一番手で間違。ないだろう、初招集となった名古屋グランパ。野した良也は左右両サイドのバックアップ。して計算できるか。ダブルボランチはさまざまな組。合わせが考えられるが、鉄板は沿道渡ると森田。 正のコンビだトップ下はこれまで鎌田大地。ポジションだったが、レアル・ソシエダで絶。長の久保建英も、ファーストチョイスに相応。異存在であり、激しい競争が予想される。日本。表のアタッカーの層は厚く、誰が出ても期待キルるが、やはり右サイドは森安ジャパンでクず。の角となっている伊藤淳也、左に三笘薫とい。 人選がベストになるだろう。最も競争が激しい。と予想されるのが一トップだ、前田大然は型。ル・ダブリュー杯で結果を残し、上田綾瀬と古橋京子枠。部でゴールを量産中、そして朝野拓馬は森康。徳からの信頼が厚く、序列的には横並びとい。たところだ。森康監督が思考するサッカーは、一トップへの適性を考えると、 ベストなチョイ。になりそうなのは上弦だ、ポストプレイヤー。罠が、前線で体を張ってボールを収める。例も苦手としていない、代表初ゴールを脱。ライバルにプレッシャーをかけられるか中。だ、ジページ画像日本代表、最新のベスト4。メーションはこれだ。関連記事。